皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、セメントスのベータ上げが地味に強いらしいんで、ちょっと使っていこうと思います。1万ダメ、今回もね、目指してやっていきましょう。まずね、ベータなんですけど、移動方向キーをね、入力するとね、こう好きな方にね、壁を展開できるっていう感じなんでね、非常にね、使いづらい、とてもとても使いづらい個性です。なのでね、僕はね、ベータを正直使いたくはないんですが、今回我慢して使っていきましょう。まあ、早速ベータ上げしていきましょう。まあ、レベル4とレベル9で弾が1発ずつ増えて、レベル4で2発になって、レベル9でね、3発になるんでね、ちょっとね、そこら辺もね、見ていきましょうか。さあ、まずね、塩崎さんと当たっているのでね、この塩崎さんをね、しっかり縛いていきましょう。まあ、これね、味方の邪魔もしちゃうんですけど、まあ、爆豪くんとデク君なんでね、なんとかね、大丈夫ですよという感じですね。で、これね、ベータがね、今思ったんだけど、2発目が結構当てやすくて、これ一発目で敵の進路を限定してあげてから2発目を決めてあげる。今正面にマウントリディンで、これマウントリディンも一発当てます。レベル4で155ダメージだから相当でかいですよね。シガレキもしっかり155ダメージ与えていく。ナイスですね。さあ、シガレキどこ行ったというわけでね。シガレキ決めましたね。で、もちろんアルファも強いですし、ガンマも強い。これがね、もしベータが強かったら全スキル強いってことになっちゃいますよね。どうなってしまうんだ一体、このキャラは。ただでさえ化け物なのに。どうなってしまうんだ一体。で、これしっかりベータで、あのね、向こう側に敵を追いやってから、こっちでね、イチャイチャ格殺を入れていきますよと、ナイス。まず初動はね、うまく乗り切ることができましたね。攻めんと、攻められても意外と耐えれるんでね。さあ、次の戦闘ですね。まあ、いきなり死柄木が襲ってきた。で、これをベータで返していく。死柄木のアルファも、なんとベータで防げたりするんでね。で、これは飯田くんの進路を限定してあげてから、アルファで吹っ飛ばしてあげてから、上からガンマを叩き込んでいくと、まあ、この時点でダメージトレード自体は勝っていますね。ただ、飯田くんはね、結構ね、早いんでね、気をつけないといけないです。いきなりね、近くに寄られてるんでね。しかも、このベータがマジで誘導やばい。このベータにさえ気をつけておけば、飯田くんはなんとかなるんですけど、ひたすらにベータが怖いんでね、皆さんも気をつけて戦ってください。で、ここはね、一旦ね、飯田を牽制するための壁にしています。でもね、壁はレベルマックスになってるんで、3回出せるっていうね。このでクラスの壁を3回出せてしまうというね。で、これも壁出していきますよ。で、外しちゃったんで、アルファでしっかり牽制入れていく。このね、近距離キャラクターに対して、この壁がめっちゃ強くて、今の飯田みたいな感じで強いですね。で、これベータを失敗してしまいましたね。まあ今のところね、まあいい感じに立ち回れてはいるんですけど、問題は終盤ですからね。終盤期待したいですね。これ超長距離ベータ。あの距離でも当たるって結構長いですよね。で、死柄木なんかはこっちに向かって近づいてくるキャラクターなんで、ベータ非常に当てやすいですね。ただ、爆豪とかそこら辺のキャラに対してどうなんだろうっていうところが、まあ、ネックですよね、この問題はね。で、飯田くんがいるんで、このベータしっかり当てていきたいです。あと、この壁ね、若干味方の邪魔もしちゃうんでね、それはちょっとごめんなさいっていう感じですけど。で、これ、しがらきくんがいるんで、しっかりアルファを当てていくと。で、このね、ベータを使っていくことによって、こう、アルファとガンマね、結構浪費、消費激しいじゃないですか。ただ、このベータ入れてあげることによって、このかなりね、こう、アルファとガンマのね、クールタイム待ちにも便利なんでね、ほら、もう溜まってるし。だからね、意外とベータ上げありなんかなって、この時点ではなんとなく気づき始めてますね。で、ガンマしっかり当ててあげてから、コンプレスがね、どっかに行ってるんで、コンプレスを今探してますね。トラックが飛んできてます。コンプレスもかなり強いですよね。で、コンプレスに対してはしっかりアルファを一発当ててあげてから、ベータを決めてあげる。敵の逃げ先に対して当ててあげるという。で、このベータの壁に、こう、アルファがね、こう、ちゃんと柱立ってくれるんで、これも意外と強いなっていう感じです。で、別パンに対してしっかりこっちみんなよ壁を焚いていってから、こう、柱立ててあげてますね。で、死柄木に対してセメントが基本的に強いんですけど、こう、アルファがない時に戦っちゃうと結構きついかなっていう感じです。これはね、しっかりね、フェイキプルスールとか使ってるんで、上に登ってあげてから、ガンマを決めて、ガンマアルファ決めていって、大ダメージ与えて、引きながら戦っていますね。で、これはちょっとね、味方の体力的にもやばいなっていうところで、壁をしっかり立ててあげて、遮蔽物を設置して、射線を切ってあげます。で、爆豪くんが若干瀕死になってしまうんですが、これはね、すぐ蘇生壁立てれるんでね、ここはしっかりカバーしてるんで大丈夫ですね。で、敵が入れるかなと思って柱を立てたが、これは当たらず。致し方なし。で、いや、僕正直ちょっと怖くて、こう、セメントつただでさえアルファとガンマでもっていうのに、こう、ベータが強いってなったらどうなっちゃうんだっていう話ですね。一応ダメージ的にはベータが一番高いらしいです。なんでそれ当たるみたいな。今のも。なんでそれ当たる現象ですよね。で、これしっかりこう、敵がね、詰めてきたので、左からね、絶対来るって分かったんで、アルファを当てたいと思って、このダビに対してもしっかり当ててる。で、一旦上ポジ取ってあげてから、ガンマをしっかり撃っていくと。で、一発空中で当ててあげて、ガンマが結構、ガンマじゃない、ダビが結構瀕死なので、壁立ててあげて仲間を蘇生します。で、しっかりダビの逃げ先に対して、壁を立ててあげてから、もう一回壁を立ててあげて、倒していくと。まあ、まだ死んでないんですけど、180ダメージでね、もうだいぶ瀕死っていう感じですね。で、敵も行くところがないので、もう当たるしかないっていう状況ですね。ナイス戦闘でしたね、ここはね。
でね、もう本当にダビとかそういうウェポジに対して弱いキャラはセメントスマジで強いですね。しっかりフィニッシャーを入れていって、ここでの戦闘は勝利。さあ次の戦闘行きましょう。ピンマーカーが出てるんでね、あっちに敵がいるぞというわけで、しっかり壁立てていく。ダブルクラッシュ、シールドダブルクラッシュ、これめっちゃ気持ちいい、マジで。おそらくこっちに来るだろうというところでね、デックに対してしっかり壁決めてあげて仕留め切っていきます。今度オタコちゃんに対してダメージを与えて、一旦上ポジ取るんですけど、この柱がね上に上がってる間ダメージ判定あるんでね、オタコちゃんも食らっちゃいましたね。でここはねオタコちゃんと 1v1 ですが、壁をね敵の移動方向に止めてあげて当ててあげて、この後すぐ突っ込んでくるんで、もう一回壁立ててあげて、でオタコちゃんを仕留め切っていきます。生徒がねとても美味しいんで、この生徒との密室を作ってあげてフィニッシャーしようとしたんですが、裏世界に行ってしまいました。でなんとか戻ってくることを成功して、あのフィニッシャーを決めていきます。まあ、ちょっと最低なことしようとしたんですけど、まあうまく失敗しちゃいましたね。でなんか小屋横からデクーが飛び出してきたんで、ね、しっかりベータを当ててあげる。このベータね途中で横展開するとめっちゃ当てやすくなるんで、敵がいるらへんでね横展開、俺、めっちゃ当てるんで、これマジで当てやすいんで、ぜひ真似してみてください。途中で横にするとなんか範囲が広がって敵も多分避けづらいんでしょうね。でフルツルトラしてますけど、セメントスに対しては基本的に関係ないですね。でこれもしっかりベータ当ててあげてシールドクラッシュ、だいぶねベータの連動が上がってきましたね。最初の方はちょっと難しかったんですけど、なんかこのベータなんですけど、壁を1個焚いてもう1個焚いたら壊れるんですよ。まあそれが結構ちょうどよく使いやすいなっていう感じです。これもイーダ君しっかり壁当ててあげて、イーダ君に対してダメージ与えてあげて、でダビが出てきたんでこれも壁当ててあげると。これこの横展開壁めっちゃ強くないですか？この後敵反撃してこれませんからね。で一時的な安全なゾーンを作り出して自分の体力を回復することもできてしまうというね、便利なフィールドを立てることができてしまう。この神壁、これ神壁なのでは？でこれもダビに対してしっかりダメージを与えていって、で遠投で敵に対して60ダメージ、直撃がね60ダメージぐらい食らうんでね、結構食らいますよね。でイバラさんが近づかせてくれないんで、このイバラさんがちょっと怖いなっていう感じなんですが、敵のハウザーインパクトを壁で返すこれマジでね、これ本当にね予想以上に強いですね。で爆豪くんが撃ってきたので、しっかりアルファで壁を立ててあげて回避していきます。まあ、爆豪くんに対して若干きついんですが、地上戦の爆豪くんはそんなにきつくないです。空中浮いてくる爆豪くん無理ですね、基本的にセメントスはね。なのでね、爆豪使いの方はねぜひセメントスと対面するとき空中に浮いてあげてください。何もできないんでね、基本的に空中に対してセメントスは無力です。地上に対しては最強です。でしっかりここポーション入れてあげて、敵がね塀の裏側にいるということでね、プレッシャーをかけに行ってきます。でこれ壁焚くんですが失敗で、もう一回壁焚くんですがこれも失敗というわけでね、アルファで上上がってからしっかり仕留め切りたいということでね、アルファで一発当ててあげて敵に対してねそこそこなダメージ食らわせることができたので、一旦ね僕も引きたいところというわけで引きます。でちょうど味方がダウンしたので、ここでね蘇生を入れていきます。でしがらきくんがいたんで、このしがらきくんに対してしっかり壁を当てていく。この壁の命中率よ、どんどん上がっていく。やっぱね慣れって大事で、ほんとこのゲームねいろんなキャラクター使ってそのキャラクターの特性を理解するのが大事かなって思いますね。で大ダメージを食らってしまったので、これは横壁を焚いてあげて、味方とね自分たちのフィールドを作ってあげて、ここで回復してあげます。これ安全フィールドですね。しがらきも登ってこないしね、しがらきはどっか走っていっちゃいましたね。ここ怖い、ここ怖いってなってますね。かなり恐怖で怯えてる様子ですね。ただここはしっかりと安全なポジションを作ってあげた僕の勝ちですね。で、イダ君がなんか走ってたんで、イダ君に対して壁をぶち当てていって、しばいていきます。まあ、イダ君はね、多分壁に相当弱いキャラクターですね。マジで、壁に対して何もできないと思います。だから、イダ君がいたら、あ、ラッキーって思った方がいいですね。ただ、ベータだけ注意です。イダはベータだけが強いんで。まあ、それ以外は特には気にしなくていいです。ただ走ってるだけなんで。で、アルファで壁を立てて、地面に、これね、地面にアルファ壁立ててあげて、ダビの攻撃を受けようとしたんですけど、クールタイムがなくて失敗してますね。これ、レベル9じゃないとね、やっぱ遅いんですよね。で、しっかりこう壁立ててあげて、2人に対して大ダメージ、180ダメージだからね、やばいダメージ入りますよね。で上から打ち下ろし、このガンマで空中ふわってなってる時に状況を把握するのめっちゃおすすめです、個人的には。でしっかりこの縦壁立ててあげてから、で敵に対してプレッシャーをかけていきます。ただこれ外しちゃってるんでね、ちょっともったいないですね、ミスしてますね。でベータ全部使い切っちゃったということで、ね、ここでねアルファで勝負していきますと。で爆豪くんがシールドクラッシュしたので、ここ戦いたいなと思ったんですけど、スキルがもうアルファしかないっていう状況で、ベータが上がったんで急いでベータ使いますね。でここも瀕死にされたんで、これは横壁を一旦耐えていきます。こういった横壁結構大事ですね。で、デクがね、多分スキルがなかったのかな、個性がなくて、こっち来れなくて申し訳ないなって感じなんですけど、全体のシールド回復入れたんでね、なんとかなりましたね。で、ダビのトラップにうまく引っかかってしまって、上からね、どんどんね、撃っていきます。ここね、中のパーティーが有利なんでね、しっかりここ壁で塞いであげてから、外のパーティーとね、一騎打ちを仕掛けていきます、うちのパーティーとのね。なのでここはチーム合戦でどっちが勝つかっていう状況ですね。で、上ポジにダビが行こうとしたんで、ここがね、ガンマでしっかり吹っ飛ばしていって、
ここ回復したかったんですが、先に倒さなきゃなっていうところで倒しに行きます。でしっかりダビに対してダメージを与えていって、塩崎さんの攻撃を食らってしまう。なんとね、これだいぶ瀕死だったんですけど、ここで味方の神回復、ここ神回復すぎる。でデクが下に行っちゃってたんで、これね、下だと壁越しだとね、なんか蘇生壁立てれなくて、まあ、距離が足りなかったのかワンチャン。でこれもう団体に対して何もできなくてね、ここちょっと申し訳なかったなっていう感じなんですが、もうね敵とね 2v2 の状況なんでね、ここはしっかり枠号と連携して仕留め切っていきたいところですね。でこれは上から壁を裂いていって、イバラさんとダビを分断してからダビに対してダメージを与えていく。ダビも逃げるんですけど、ここはねしっかり下壁で貫通してダビにダメージを与えていってから、ガンマを打ってイバラさんとの射線を切ってからダビに一発当てる。でこれでもうワンダウンしてて、イバラさんがねこうダビ蘇生すると思ったんでダメージに急いで与えてるんですけど、メントスの隠しが遅い遅い、これしょうがないですよね、ほんとメントスの隠しの遅さ、まあ、しょうがないんですけど。でダビは最後ね、もうそんなもう何もできないんですよ、メントスって感じでもうこれもうボコボコにされるだけっていうかわいそうな状況になってしまって、結局僕が勝ちましたっていう感じですね。今回ねセメントスのベータ上げして思ったんだけど、セメントス弱い個性一個もないわ、こいつ強いわ、やっぱり。こうなんかベータとアルファを上げてめっちゃ安定するし、アルファとガンマを上げても安定するんだよ。多分唯一ベータとガンマを上げた時そんなに安定しないって感じなんですけど、ベータがね、ダメージ想像よりも全然高いし、遮蔽物としても使えるしで、ね、かなり優秀だなって感じました。意外とプロセメント使いはみんなベータ上げてるのかもしれないなっていう感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。